台湾総督府民政部警察本省、台南州刑務課台南市台南警察署中華、民国内政部形成所台南市警察局台湾の、戸籍直轄指定戸籍台南市、中西区民政力園文化園区旧台南警察署、台湾の芸術美,術美術美術館台南市美術館1、環球台南警察署は、台湾台南市、中西区にある、直轄指定戸籍の R デコ建築物。 日本統治時代に台南市の台内警察所長者として建設され、戦後は2010年の検視合併と直轄し、昇格前の台南市政府警察局として使われていた。その後建物は2011年より台南市美術館が使用することになり、2019年に台南市美術館一館として再オープンした。日本統治時代の1896年、 大日本帝国の台湾統治を軍政から民政に改めるべく、地方制度を三県一町に変更した。1901年、台湾総督府民政部は警報課を警察本署に合わせて、その管轄下の地方組織でも20町とその3課に刑務課と市長を置いた。1919 19年警察本署は刑務局に その翌1920年に地方組織も5州2町となり、この時に台南州に刑務課が、就活市の台南市にはその刑務課の下に属する警察署が置かれた。当初は台南市役所と共に台南州庁の建物を曲がりしていた。現在地は警察署ができる前は新庁統治時代に台湾浮上の78秒の一つ竜王病があり、 民生力園造成とそれに伴う道路拡張で台南公園に移転される前の茂道数分房も当地付近に立っていた。1930年10月29日、州庁舎東林の幸町一丁目で着工。翌1931年6月22日に上等式11月20日に落成した。台北南警察署に次いで、 台湾では2番目の警察専用庁舎だった。総費用は当時の金額で9万1911円97銭。台湾総督府から1930年に台南州へ配属された土木技術者で台湾建築会台南州市部長でもあった梅沢捨ロ郎が設計監督を梅沢が所属した土木会前係が工事監督を 台南消防の父として知られる、住吉秀松が創業した建設業の住吉組を継いだ中井組が施行を担った。梅沢と信仰の深かった台湾総督不衛前家の井出薫も技術協力という形で参加している。警察のご助組織だった台南州警察協会は、秀松が建てた旧台南合同庁舎に入居していた。1945年には、 米軍の空襲で庁舎の一部が全半壊している。第二次世界大戦後、台南警察署は、昇格氏としての台南市政府警察局となった。数度の増築を経て1998年6月26日に、台南市政府は警察署庁舎を市の指定戸籍に登録。戦前に台湾各地で建てられた警察施設の中では、 保存状態も良好である2010年に市が台南県との合併で直轄市に昇格すると新一政府の警察局庁舎は新英区の旧台南県警察局庁舎に集約移転した。2011年6月17日市長の来清則はこの建物と同区中議路二段の高11立体駐車場跡地を台南市美術館の拠点として美術館とすることを発表した。 警察署建物は1館、駐車場は2館へとリニューアルし、2019年に正式開館。また、将来的に展示スペースが不足した際は、有愛街を隔てて、南隣の指定戸籍、旧上南大、組合事務所とペデストリアンデッキで連結することも、上南農電推理会との間で合意に達している。美術館1館となる、警察庁舎のうち、 戦後増築された部分のいくつかは撤去される。ナイウル漆を除去中のレンガ警察署長者は、折衷主義を取り入れ、線形左右対称の外観である。1階は、門道に3つの門道を備え、簡素な中東の柱で支えており、門道の上には容台がある。門道をうがって、メインホールと階段があり、左右両側の執務室と2階へ通じている。1階は、 各窓、2階はアーチ窓が配されている。敷地中央には吹き抜けの中庭があり一本のガジュマルの大木が植えられている。2階は入り口直上に会議室。両翼側は当初は平屋だったが、左翼側が1942年増築され、弁構室となったほか、右翼側は1959年以前に増築された。雷道、中庭を挟んだ奥は1982年に、 増設された曲長室や応接室がある。鉄筋コンクリート建築で壁面はレンガ作り。外壁建材は旧台南側交所や林百貨店と同様に来た投げ用業産の大山形素焼き13高面レンガという当時台湾で流行していた素焼きで一つの面に13本の溝が入ったものが使われている。夕飽け処理のない素焼きのため元は土色だった。 これは、当時の国防を考慮していたとされている。反射光量が少なく、上空から視認されにくいことから空襲を免れたと、言われている。戦後は、警察機関において、識別を統一するため紅漆が上塗りされた。2015年以降の美術館計画の進行に、伴い元の土路を蘇らせている。民生力園文化園区の中心地である。 湯徳く記念公園の南側、南門路という愛外の交差点北東角にある、台南駅から中山寺を南西へ約 1km、徒歩約15分、または大台南校舎にそじで穴病停留所下車。ありがとうございます。